はい、ということでね、ポケットモンスタールビー、サファイア、エメラルド、ファイアレッド、リーフグリーン、まあ、全部一気にクリアして、まあ、一周目でポケモン全部集めてやろうって企画ですよ。まあ、今回ね、私今諸事情で時間があまりないんで、ゆっくり実況できないんですよ。もうね、一気にやるしかないんですよ。ポケモンをサファイア、ルビー、エメラルドを一気に全クリしますよ、これから。で、まあ、今回の動画の説明なんですけど、まあ、基本的にコントローラーは1個しか使えません。画面は6つありますけど、まあ、うまくね、ボタンを割り当てて1回で全クリしますよ。まあ、基本的にアナログスティックじゃなくて、十字キーの上下左右は全部一緒です。統一されてます。で、 A と B、 この A と B というボタンをそれぞれに割り当てて、上3つはそれぞれバラバラの A と B ボタンを作ってます。で、下3つは一番左上、ポケットモンスター、サファイアと一緒の A、B です。なので、まあね、赤と緑なんて合ってないようなもんですから、上の3つを中心に、まあ、余談的な感じでね、下の3つもクリアしていきたいと思います。じゃあよろしく。まあ、なんでこの6つでやろうと思ったかっていうと、まあ、俺ポケモン大好きすぎてね、最初の3匹が選べないんですよ。だからもうこうなったら、じゃあみんな選んじゃえばいいじゃんってことで、この企画が始まったんだよ。何のポケモン選ぶかっていうのがね、最初の醍醐味だと思うんですけど、今回そんな悩みがないんですよ。もう全部選べるっていうね、全てのポケモンがこの俺の手になるっていう物語なんで、ちょっと6つね、見ながら実況するっていうのは相当難しいんですけど、まあなんとかやっていきます。ちなみに一番左上と下3つはコントローラーが全部一緒です。で、真ん中の上、右上は A と B のボタンを1つずつ左にずらしてます。よし、待って、ここ超むずいぞ。あー、なるほどね。これはちょっと大きな問題が出てきましたね。下の3つがボタンがの配置が全部一緒で、同じポケモンしか選べないと。これをうまく回避するしかないですね。いい絵にして、もう前途多難だな。よしよし、チャンス、チャンス、チャンス、タイムログができましたね。うまく、いい感じで、これをうまく使ってちょっとずつずらしてって、あー、真ん中と右がずれない。なんとか真ん中と右を今からずらします。よし、来た、ずらし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 た、よし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 、これでこいつは一かけを選びます。よし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 、んで1個ずれてるから、これで全部の最初の下の3匹ゲット。今のうち、まあね、実況なんて合ってないようなもんですよ、この動画は。オブケイソイソまで来ちゃったらもういいや。イソのダブルイソのでね。よし、上の3つが本当に知らなくて、何すれば上の3つはイベントが起きるんでしょう。なんとかなるんじゃないですかね。これいけんじゃないかな。これね、うまく通信交換とかしていけば、まあこの時点で6匹ゲットですもんね。まあ、通常にプレイしてるやつの6倍のペースでポケモンも仲間も集まっていくと。しかもストーリーの把握度も6倍ですからね。みんなより6倍のペースで俺はポケモン成長してきますよ、これ。え？俺、キモリにニックネームつけたかな？つけたかどうかわかんないから、こいつキモリにしとこう。よしよし。それで、まあ、こんな感じですよ。こんな、サクサク終わっちゃいそうですよね。だって、開始15分でもう、あれでしょ？オープニングのイベント終わってんじゃん。これはもうね、多分、あれかな？パート5ぐらい全部終わっちゃうんじゃないかな？やっぱポケモンをね、赤と緑相当やり込んでるんで、まあ、基本的なね、操作変わんないんですよ。何がしを、それがしで。っていうのはね、全部分かっちゃうんですよね、大体。あ、次これやるんだろうな、みたいな。どうせお前、これやんだろう、みたいな感じで分かっちゃうんですよ。で、水五郎にも、水五郎は、まあ、ちゃんと名前つけてあげましょう。こいつ一番可愛いっぽいから、ちゃんとした名前つけてあげよう。よし、八重樫と、八重樫ってことでね。オッケー。